やあ、皆さん、こんにちは。元気ですか？僕はなんとか頑張ってます。まだ寝ぼけてますが、ちょっと、面白いことを紹介しようかなと思いました。まあ、アメリカにいたとこなんですけど、普段には僕はいつも夏に行きます。まあ、仕事では夏休みがちょっとありますし、迷惑かけないように、まあ、その時によく行ってますが、まあ、今回はちょっと、まあ、いろいろことあって、3月に行くことになりましたんですが、そういうふうに初めてですね、日本では本当に長いなんですが、でもいつも夏なので春は初めてなんですが、で春に帰るとすごいあることに気づいたんですが、それは飛行機はそんなに混んでないんですね。めっちゃ喜びましたね。例えば皆さんも分かると思いますけど、例えば席は2つで通路で、席は4つで、それでまた席は2つということですね。で、僕はこの4つの席の中では一番向こうに座っておったんですけど、アメリカに行くときにはこの2つの席が空いて、まあちょっと年寄りの方が座っておったんだけど、本当にちょっとちょっとストレッチアウトができたんですね。本当にすごい気持ちだったですね。で、日本に帰るときには、それよりその4人の席は誰もいなくて、で僕は本当に、なんていう、ビジネスクラスみたいに横になって、枕を使って、本当にもう数時間でそのふうに寝てしまって、本当に良かったなと思いました。またやってみたいなと思います。まあ、一応、そこまでですけど、なんかそういう、すごいなと思って、皆さんは多分よくビジネスクラス飛ぶかもしれませんけど、僕は初体験で、まあ、ビジネスクラスではないけど、そんな感じやなと思いますから、ぜひいつ、まあ、ある日にはビジネスクラス飛んでいきたいなと思います。まあ一応次のビデオ楽しみにしてください。それでは、では。